チャイニーズ・タイペイ、チャイニーズ・タイペイ、英語、チャイニーズ・タイペイ、漢字表記、中華・台北、IOC コード、TPE は、オリンピックをはじめとした国際スポーツや、国際機関など、国際的な場で用いられる故障で、中華民国、台湾を指す。同国が、国際連合から事実上追放されるなど、外交的孤立に追い込まれていく1970年代、以降、 国際社会に参加するための妥協策として、主権、国家承認問題を棚上げしたものある。背景には、中華民国が中国全土を代表するという建前と同時に、その建前が国際社会に受け入れられていない実情と、中華人民共和国の一つの中国論の兼ね合いから、台湾も中華民国名乗れないことがある。最初にこの名称が使われたのは、 台北市に本部を置く、中華民国の国内オリンピック委員会、NOC の英文名称とオリンピックの参加名義としてである。中華民国ではなく、チャイニーズ台北、中華台北名義を用い、国旗である、青天白日満地公旗を使用せずに、国際的な場に参画することを、オリンピック方式、または、オリンピック委員方式、と称する。オリンピックでは、国旗の代わりに、 オリンピック委員会機を使用し、一般に、順序は、IOC コード、TPE による。その後アジア太平洋経済協力、APEC、関税及び貿易に関する一般協定、GATT へのオブザーバー参加、世界貿易機関、WTO での加入名義の略称、経済協力開発機構、OECD の一部委員会への参加など、国際機関、 政府間組織でも用いられるようになった。オリンピック以外の国際競技大会や国際的な民間組織でもオリンピック方式で参加している事例がある。チャイニーズ台北オリンピック委員会期はその衣装からと呼ばれることがあり、オリンピックに中華民国の選手が中華台北代表として出場する際に中華民国の国旗の代わりに使用、形容される。 白地の旗で国旗に使われる青白赤で中華民国の国家である梅をかたどり、その中に中華民国の国章、聖天白日の紋章とオリンピックシンボルである五輪をあしらったオリンピック委員会エンブレムを中央に配置している。大会の表彰式などでは国旗歌が演奏される。チャイニーズ台北オリンピック委員会旗は オリンピックと直接関係しない大会でも使用される場合がある。アジア競技大会やバレーボール世界選手権、ワールドベースボールクラシックなどの例がある。パラリンピックやデフリンピック、ユニバーシアードといった特定の人々のための総合競技大会や個別競技の統括団体、代表チームの旗、エンブレムも多くがこのオリンピック委員会機と共通するデザイン要素を有している。 チャイニーズ・台北オリンピック委員会ウェブサイト内のページに各競技の統括団体のエンブレムとそれぞれのサイトへリンクがまとめられている。中華民国、中国におけるオリンピック委員会の歴史は1922年に上海に創設されたチャイナ・ナショナル・アマチュア・アスレチック・フェデレーションイコール中華・アマチュア・スポーツ連合会が同年パリで行われた国際オリンピック委員会。 IOC 年次総会で NOC、チャイナオリンピックコミッティイコール、中国オリンピック委員会として認められたことに、始まる。1932年ロサンゼルス、1936年ベルリン、1948年ロンドンの3大会では、中国代表選手はこの体制の下で参加した。国境内戦の結果、1949年、中国大陸に、 中華人民共和国が成立し、中華民国政府は台北に逃れた。1951年に中国オリンピック委員会は台湾に移転したと通知され、IOC に認められた。1953年には中華人民共和国の首都、北京に中国オリンピック委員会が設立された。1954年にはアテネで開かれた IOC 総会で、 台湾海峡両岸の二つの中国オリンピック委員会が共に承認され、1956年のメルボルンオリンピックでは中華民国が国旗、青天白日万地公旗を掲げて参加することに抗議して中華人民共和国が直前に参加を取りやめた。1958年には北京のオリンピック委員会が二つの中国を作る動きに抗議するとして、 IOC と複数の主要な国際競技連盟、IF を、脱退、関係断絶を宣言した。IOC に不満を持つ国々と共に独自に、新興国競技大会も行った。一方、1959年5月28日、IOC 総会で、台北のオリンピック委員会について、全中国を代表、統括していないとして、中国オリンピック委員会名義で承認し続ける。 こととはできないとの決議が咲いたくれた台北のオリンピック委員会は、これを受けて即座に、リパブリック・オブ・チャイナ・オリンピック・コミッティと解消し、IOC に申請した。IOC は1960年に、これを認めたものの、試合には、台湾、台湾、または、ホルモサ、ホルモサの名義を使用することを求めた。 台北側はこれら台湾名義の使用を受け入れず、同年のローマオリンピックでは、入場式でフォルモサの故障が使われたことに対して抗議デモを行っている。1968年、IOC では、中華民国の英語表記リパブリック・オブ・チャイナの略称である ROC という名称を使うことで、一応の決着を見た。1971年、国際連合総会が、 中国の唯一の合法的代表は中華人民共和国であり、蒋介石の代表を即時追放するという内容の国連総会決議2758を採択したことにより、中華民国は国際連合脱退を宣言した。1970年にカナダと国交を樹立したことをはじめとして、中華人民共和国は西側諸国との関係改善を続け、 中華民国とこれらの国との国交断絶が相次いだ。こういった動きに対応するため、1973年、台北のオリンピック委員会は、日本の日本体育協会に相当するを分離して、2回訴した。一方、1975年4月、北京側は IOC に復帰を申請した。書類不備を理由に棚上げされたが、国連と同様に一国一代表の前提に立ち、 台湾追放を条件、国連方式としていたために難航し、中国復帰問題は、当時の IOC と国際スポーツ界における最大の懸案の一つとなった。1976年のモントリオールオリンピックで、開催国のカナダは、ROC イコール、中華民国の故障とその国旗である、聖天白日マンチ公旗を使う限り、 台湾からの選手団を受け入れられないとの方針をと。IOC は1969年に交わした取り決めに反するとして非難したが、カナダは態度を変えず、この問題によりモントリオール開催の中止も検討された。IOC が示した台湾という故障を使い逸話型を掲げる妥協案を、台北の中華屋挿し引き、かつ委員会、ROC オリンピック委員会は受け入れず、アメリカで カナダ入国を待っていた選手団を呼び戻した。中華人民共和国側は IOC とイフへの復帰交渉を通じて段階的に譲歩した。国連方式を断念し台湾除名の主張を撤回、台湾を含む統一チームでの参加を主張して態度を軟化させた。最終的には中国の一地域という前提で台湾を別個のチームとすることを認めた。 1979年10月25日、名古屋で開かれた IOC 理事会の決議で、台北の中華奥林引き、活委員会が、チャイニーズ台北オリンピックコミッティの名称のもと、旗、歌についてはそれまでのもの、中華民国の旗、国家と異なる IOC が認めたものを使うという条件で残留し、中華人民共和国が、チャイニーズオリンピックコミッティ、イコール、 中国オリンピック委員会の名義で国旗後成功旗と国家義勇軍振興局を要してオリンピックに復帰することが認められた名古屋決議。その後、現行のシンボル他の NOC との対等な権利、地位、IOC や関連委託での会員資格の保障が認められたことにより、1981年3月23日、中華屋林引き、かつ委員会は名称、 英文名称、旗、エンブレムの変更を受け入れた。1984年のサライボ、東気ロサンゼルス、夏季両大会から台湾海峡両岸の選手団が共にオリンピックに参加するようになった。チャイニーズ台北の中国語名称については、1989年になるまで台北側が主張する、中華台北にするか、北京側の主張する。 中国大北にするか結論が出なかった。1990年の北京アジア大会をはじめとする北京で開催される複数の国際大会を控えて取りまとめる必要があった。1989年4月6日、チャイニーズ台北オリンピック委員会秘書長、事務局長と国オリンピック委員会主席、会長ナニブリハリが香港で行った競技で、 台湾のスポーツ団体の中国語名称を中華台北とすることで合意した。同月20日に開会したアジアユース体操選手権大会に参加するため、チャイニーズ台北代表選手が初めて北京に向かったことで台湾海峡両岸のスポーツ直接交流が始まった。チャイニーズ台北を中国語でどう表記するかは政治的にデリケートな問題である。 チャイニーズ・台北オリンピック委員会の名称は、対外名称である、英語名称は、チャイニーズ・台北オリンピック・コミッティとされるが、国内向けの中国語名称では、台北の文字を使わず、中華奥林勝委員会としている。他の競技統括団体では、オリンピック委員会同様、英語名称に、チャイニーズ・台北を使うが、中国語名称を、中華民国協会としている場合が多い。 台湾では代表チームを中華隊、単イコールチームと呼ぶのが一般的である。台湾本土化を支持する広し、緑系のメディア、自由時報などでは台湾隊という呼称を使用している。一方中国大陸では試合会場などの公式な場では中華台北を使用する一方で報道などでは中国台北と呼ぶべきであるとされた。大陸では 同じ文脈で香港は中国香港、マカオは中国マカオと呼ばれる。公式、対外的な場で中国語での故障として中国台北が使われた場合には台湾側が抗議を申し入れたことがある。北京オリンピック直前の2008年7月、台湾側がこの故障問題により開会式、大会のボイコットを示唆したことを受けて、 大陸側も情報し進化通信社、佳境向けの中国新聞社、中心社といった国営通信社をはじめ、大陸メディアの配信記事にも中華大北の名称が見られるようになった。北京オリンピック以前、中華大北という名称がメディアによって使われたのは香港などに限られた。ただし香港においても大広報、文化広報といった大陸系メディアは中国大北を使った。 日本語では公式な場面ではチャイニーズ台北、中華台北も用いられるが、それ以外では単に台湾と表記されることが多い。また、地名ではないチャイニーズ台北を開催地として記載している団体もある。小介石、小渓谷政権時代、中華民国政府こそが中国全土を代表する政党政府であると主張していた。中華民国。 つまり建前上、中国全土を代表するのに、台湾を称することは、その正当性を脅かすこと、法理独立につながる。そのため当時の中華民国には、台湾やフォルモサという名義名称は、受け入れられなかった。当時中華民国では、民間団体であっても、全国的なものの名称に、台湾を使用することはできず、中華民国、中国、または、 中華を使用しなければならなかった。本省人である李登輝総統が政権基盤を固め始め台湾から来た総統としてシンガポールを訪問し現実外交を展開するようになる1989年3月以降状況に次第に変化が見られるようになる。2007年4月、陳水編総統は台湾在外ビジネス団体の帰国訪問団との会見で 中華台北、チャイニーズ台北について、奇妙な名称都市、オリンピックで台湾の名を使用できないことにいて、歴史的な要素があり、また当時も様々な現実を考慮してのことだったと、しながらも、不公平な待遇と述べ、台湾への解消、台湾マサナ運動に意欲を見せた。2008年4月、バイエは、総統就任を前に、中央通信社とのインタビューで、 世界保健機関、風加盟問題について、外交部は、中華大北を用いるなというが、問題は、中華大北以外の名称で、加盟に成功したことがあるのか。中国大北というさらに受け入れがたい名称のほか、現在、中華大北より適切な、参加可能なものがあるだろうかのべ、中華大北、チャイニーズ大一平について、国際社会で受け入れられる。 適切な名称であるとの認識を示し、台湾名義の使用は今後推進しないとの考えを述べた。2018年11月24日、2020年東京オリンピックパラリンピックにおける選手団名称を台湾に変更し、IOC へ申請する是非を問う住民投票が中華民国統一地方選挙と合わせ行われた。結果、反対票が 賛成票を100万票近く上回り、否決された。投票前には IOC は1981年に中華民国側も合意して決定した名称であるとして変更を認めない方針を示していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。